最初一皿目が琵琶湖の天然の小鮎のフリットになります。もう今聞いてたかもしれないんですけどちょっと血鮎とも違う少しそれでも成長した感じなんですよ。あんまり琵琶湖の鮎って大きくならなくて、で普通鮎は苔が餌で大きくなるんですけど、琵琶湖には鮎が苔がないんで小エビやプランクトンを食べて育つんですけど、その代わりちっちゃくて味が濃いです、そうね、エビ食べてるんだったらね、そうですね。で今日は夏のお野菜と合わせて、で下に敷いてある緑のソースがピーマンのソースになります。珍しいですね。はい、じゃあどうぞ。ありがとうございます、はい、いただきます、はい。次のパスタはリングイネになるんですけれど、本当シンプルなパスタです。フレッシュトマトと、新生姜、あとは今市場に来ていっぱいある大葉ですね、はい。本当に季節のものを使ったシンプルなパスタ。シンプルが一番いいですよね。はい。次はお魚が甘ダイになります。これは鱗つけたままロースをしております。で下に引いてあるソース、パプリカのソースですね、はい。で甘ダイの上にはハーブの青樹の香りをつけた飛ばしバターをちょっとかけてあります、はい。
が、あの青森の津軽鴨になります、はいはい、これはすごいね、あの脂も美味しい、あの旨味のある鴨になります。で、上から、自家製の山椒をちょっと全体に回しかけてあります、はい。